こんにちは、すみです。今日のこの動画では何かトピックを設けて取り上げるということではなくって、公式 LINE アカウントというものをすみギター教室で作りましたので、そのご案内、それから12月の質疑応答動画をまた作成したいと思いますので、そのご案内をしたいと思います。まずですね、公式 LINE アカウントについてですけれども、すみギター教室として、LINE アカウントを作ってみました。これはですね、教室に通っていただいている方、それから、音楽回路としてですね、通っていただいている方だけでなく、その他の方も、登録できるように、内容を作っていきたいと思っています。そしてですね、この公式 LINE アカウントの友達登録をしていただいた方の中で、ご希望の方はですね、ショップカードというものを発行しています。ショップカードっていうのはですね、お店でもらうようなポイントカードですけれども、それの LINE バージョン、 LINE のアプリの中で行うというものなんですけれども、それを作ってみました。で、今月からですね、12月から始めております。これはですね、レッスンに通っていただくと何ポイントとか、コンサートに来ていただいた方には何ポイントとか、まあそういう、ポイントを付与して、どんどん貯めていくというものなんですけれども、これも、生徒さんだけでなく、通ってない方でもポイントを貯めていくことができるというふうに、内容を作っておりますので、ぜひ、参加してみてください。このサインです。参加の仕方はですね、この概要欄、この動画の概要欄の下の方に貼り付けておきますので、まずは LINE アカウント、公式 LINE アカウントですねを登録していただいて、そうしましたら、自動ですけれども挨拶メッセージが、送られるようになっていますので、そのメッセージが届いたら、ショップカード希望というふうに、メッセージを書いて、転送していただきましたら良いかと思います。そうしましたら、ショップカードの URL を投稿したいと思います。それからですね、もう一つ、今月も質疑応答動画というものをやってみたいと思います。先月ですね、11月に初めて質疑応答動画というものを作ってみたんですけれども、これは視聴者さん、それから、いろんな方からですね、質問を受け付けて、それに答えてい、くというものにしています。内容はですね、ギターのこと、それから音楽回路のこと、またまた、私に何か聞きたいことがあれば何のことでも構いませんので、ぜひ質問してみてください。この質問もこの動画のコメント欄、あるいは、インスタグラムとかツイッター、フェイスブックなどでも受け付けておりますので、それからですね、公式 LINE アカウントのメッセージでも受けていますので、ぜひ質問をしていただけたらと思います。はい、では今回はこういうご案内の動画になってしまいますけれども、ぜひ、興味を持たれた方はチャンネル登録、それからいいねボタンを押していただけましたら、嬉しく思いますので、よろしくお願いします。はい、ではどうもありがとうございます。